曲をカバーする時になんかその楽曲の基準とかなんかどういう気持ちでこのカバーしようみたいなふうになるんですかまずそのアーティストの方の曲を聴いてキーとか自分が出しやすい声やなとか出しやすい音やなとか一番大事にしてるのはキーですね。 キーが合わんかったらやっぱりどんだけいい歌でもカバーしたところで魅力って多分伝わらないと思うんで自分のその出しやすい音に設定とかして歌うことでやっぱり良さって自分だけのカバーして自分だけの良さを伝えれるんじゃないかなって思いますね。キーが一番大事だと思います。 そのキーの大事さとかってそ,のそんなにまだ先ほどおっしゃってたようにご自身で音楽始めて時間経ってないと思うんですけれども、うん、最初から気付いてたことなんですかそういうのって。うんなんかあんまりそうですね、うん、意識してないんですけどあ歌いにくいなとか思った時に「あじゃあキー もうちょっっととやつにししよううかてていう選び方をしてますちなみにまだカバーしてなくて、うん、これ私に超キー合ってるなとか歌いたいなと思ってる曲って何かあったりする,するんですかえー、なんかあるかなえっと1回もカバーしてるアーティストなんですけど。 ヨシおンちゃん、韓国の、の、Look at Me をずっとカバーしてほしいっていろんな方に言われてるんで、やりたいです。